突き起こしてこうどんどん前に出てくるんですけど、私はやっぱり押し込もうとしてですね、少しの下がったのかなっていう感じですよね。そこも引かれた。大相撲特別企画、それいけ豊昇龍スタートです。皆さんこんにちは、 YouTuber のよいこです。いつも動画をご視聴いただき、お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。また大相撲特別企画への温かい応援重ねてお礼申し上げます。チャンネル登録していただけると活動のモチベーションアップにつながりますので、ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いします。はい、大相撲特別企画スタートです。本日9月10日から、大相撲が始まりました。今回は新大関の豊昇龍にスポットを当てて15日間お届けする予定といたします。で、あさって12日は、両国国技館に観戦に行く予定となっております。はい、新大関豊昇龍、まあ、おじさんが朝青龍ということで、さらに、重圧がかかりそうですね。では今回の応援団は、海の生き物、まあ、水にまつわる生き物かな。ではカメラ向かって右側は大きいゼニガメのカゲルくん、そして真ん中は、ペンギンのピンガちゃん、そして一番左は、小さいゼニガメのサンシュくん、以上の3つを置いています。はい、今回は豊昇龍は、阿炎との対戦ですね。ではじゃあ勝之さんの呼び出し、今日は東からだから西豊昇龍ですね。それは、それやった方がいいかな。じゃあそれやりますね。片やアービーアービー片豊昇龍豊昇龍は、さんの場内アナウンスは西方大関ですよね。間違えないようにしなきゃ。じゃあ西方大関豊昇龍、モンゴルウランバートル出身、立浪部屋、組み合わせだね。じゃあまとめてやりますね、玉次郎さん。じゃあじゃあ、勝敗が決まったあと、まあ、取り組みが終わって決まり手が場内アナウンスあった直後に、まとめてやります。皆さんの応援あっての、音楽の少女ゆい子のチャンネルですが、まあ、増減はあるかもしれませんが、あともう一息で300人達成ですね。なんか今月中には達成しそうな予感はしておりますが、はい、あ、組み合わせて待ったなしですね。忘れないようにしなくちゃ。先場所は確か豊昇龍勝ちましたね。確か勝ったかな。豊昇龍、豊昇龍、あー、やったー。ちょっと待って、決まり手なんだっけ。
やったー。決まり手何？それだけ聞く。とったり？とったりだってなんか聞き慣れない。じゃあ玉次郎さん、組み合わせてはとったりだよね。じゃあ待ったなしは、手をついてはで、やっと特徴がつかめた玉次郎さんのメインの掛け声は、あ、間違えた。ですよね。ハケを残った残った残残ったみたいな感じかな。ちょっと違うかも。じゃあ豊昇龍勝ったので、勝ち名乗りは、そして、善之助さんは、ただいまの決まり手は取ったり取ったりで豊昇龍の勝ち。それは、はい、というわけで大相撲特別企画、あ、1日目ですね、1日目、それいけ豊昇龍をお届けしました。いかがでしたか。いや、初日、白星良かったですね。はい、豊昇龍にとって、おじさんからの重圧はかかってると思うので、今場所も東京で活躍をしてほしいですね。で、あさって12日は両国国技館に、観戦に行く予定としております。なので配信も、夜の、遅い時間になりそうですね。はい、では本日の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただき、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber のゆいこでした。それではまたね、バイバーイ。